タピオ・ラウタバーラは、フィンランドの陸上競技選手。歌手。俳優。1948年ロンドンオリンピックの、金メダリストである。ラウタバーラは、フィンランド南西部の西スオミ州、ピルカンマー県の出身。母子家庭のため貧しい幼少を過ごし、小学校卒業後すぐに働き始める。第二次世界大戦では、ソ連との戦争の最前線に配置されるが、 その後、工業部隊に配点となる。ラジオで彼の声が兵士たちに届けられたが、戦争が終結するとその任務も終了した。ラウタバーラは、第二次世界大戦後の1946年に、オスロで行われたヨーロッパ陸上選手権のやり投げに、出場し、銅メダルを獲得した。さらに2年後のロンドンオリンピックでは、 金メダルを獲得、その他多くの大会でも活躍した。1950年代にはアーチェリーに転校、1958年の世界選手権では団体でフィンランドに金メダルをもたらした。さらに、ラウタバーラはスポーツだけでなく俳優、ミュージシャンとしても成功を収めた。彼の静かでセンチメンタルなポップソングは未だに、 フィンランドでは人気を博している。また、数多くのフィンランドの映画にも出演した。アメリカ映画、ターザンの主役であったジョニー・ワイズ・ミュラーの主役引退後の次期主役候補であったと思われている。ありがとうございます。